はい、皆さんこんにちは、言いたい放題チャンネルです。はい、今回はいつものテーマで申し上げたんだけど、そろそろ結論を出そうよと、はい、というのはね、NHK みたいな番組の YouTube を見てた時に、ムー大陸の話があって、沖縄にあるってなんか琉球大学のさ先生が言ってる話があってね、俺ね、これそろそろ答え出そう、アトランティスムー大陸ね、はい、この疑問について言いたい放題言おうと思ってます、はい、のこれはね、何かやってね、大炎上ってことなんだけど、真実をよく考えてみたら、どこにあったとかそういうことが簡単に分かるんで、ね、答えにしましょう、はい、ムー大陸とアトランティス大陸ってのがあって、レムリア大陸って、この3つが幻の大陸だとかあったんだけど、やっぱりそれね、最近確実に分かってることなんだけど、みんな出たらね、一つもまともな理論が出てません希望的ですよね、答えははっきりしてるの、はっきりしてるのに、財団とかね、学術会がそういうのをさ指示するから、ね、希望としてやっておる、ましては沖縄ではないということで、はい、痛い放題沖縄のどこにその大陸が存在するスペースがあったの、なんと港川人っていうのがなんか見っかったと、それがもうムー人だとか、そうそう、1万8000年前で、沈んだ1万2000年前と近いとか全然近くねえじゃないか、ただ6000年だよ、まあ、なんか文明はあったと思うけど、ムー大陸は、大陸ってどんぐらい、でね、よく考えてもらいたいのは、まずムー大陸とアトランティス大陸、どこにあったっていうふうに言ってると、ギリシャとかあっちの方から考えるとね、アトランティスが大西洋の大きに、奥に大きい大陸があったって言ってるわけだ、ムー大陸は太平洋にあったって言われてるわけ、アメリカに、で、これよく考えてみればね、その当時アメリカ大陸ってのは発見されてなかったんでしょ、簡単に言うと、ね、その当時っていうんじゃなくてさ、要するに大航海時代までコロンブスまでアメリカ大陸発見されてなかったんだよ、でも最初からあったことは実はあったんでしょ、あったでしょ、だってそう、じゃあそれが、ね、変な話だけど、アトランティスとムー大陸だって誰も思わないんだろうかなと思う、不思議だよね、でそうするとね、ある人はこう言ったら、でも沈んでねえじゃないかって言ったんだよ、ね、沈んだんじゃなくて滅ぼした、滅ぼされた、いや要するに滅ぼしたってのは誰からしたことなのか違うでしょ、誰が滅ぼしたの、なんかこうアクトから来た人たちが、違うよ、だって最高の文明持ってたのが、アトランティスムー大陸で、そこが全部世界を支配してたぐらいのすごい文明だったんだよ、だから滅ぼされてない、簡単に言うと1万2000年前にマンモスが絶滅した時と同じ、隕石がね、コスタリカとガテマラのところに起こったの、地形変わったところのやついやだから隕石がいっぱい起こってるんだけど、1万2000年前に起こった隕石があるわけ、ね、それが大津波になってノアの大洪水の伝説がそのまま来てるわけね、だからノアの大洪水にもう40日間雨が降ってさ、みんな沈んだとか流されたっていうのは、話上で大洪水が来たわけ、もちろん1万2000年前に、ね、巨大な隕石が起こってるから、その隕石の影響で大雨にもなるしさ、もう地盤沈下もあるしすごいことになってるわけ、でその隕石の痕跡は今でもあるの、ね、隕石港もあるし、当然ね、そこに遺跡もあるし、1万2000年前のね、でコスタリカにあるんだよ、そして放射能も出てるような隕石も出てるわけね、分かってるの、でその当時シベリアのところでマンモスが全部流されて、そのまま凍ったっていう夢の話もある、だから分かってることは、その当時アトランティスっていう北アメリカと、ムー大陸って南アメリカがあって、どっちもすごい文化だったの、あれだけの大陸に文明がないのはおかしいじゃん、まあそうだよね、それが滅んだってことなんだよ、ところがね、面白いもんで、どうしてもなんか沈んでほしいんだよね、わかんねえんだけど、なんで沈んでほしい、だからヨーロッパの方の地中海の方の学者がここにあるべきだって言って、ギリシャの海の、端っこの方にある1200年ぐらい前に火山で沈没した島があるわけ、これがそうなんだ、それが大陸、そうでも1200年でしょって言うと、いやこれはねゼロ一つ間違えたって、バカじゃねえの、でね、もう一つコスタリカの遺跡を調べた時に、なんか火山のカルデラかなんかの湖の下に遺跡が沈んでて、調べたら1万2000年前のものでこれはまさにそれなんだけど、これ1万2000年じゃないの、これね数字間違えて1200年の間違いだって、1万2000年前にこんなところに文明があるはずないっていうふうに言うわけ、すごい都合だな、そうだからアトランティスムー大陸だけじゃなくて他にもいっぱいあったんだ、オーストラリアレムリア大陸だとかね、あと台湾のところの遺跡もあるでしょ、文明とかいっぱいあった、本当に地球規模の洪水が来ちゃったんだ、ね、そうだから今から1万2000年前って何があったかって言ったら、ちょうど、氷河期だったりね、そういうのがあって、そして隕石が落ちてっていうさ、隕石落ちて氷河期になったんだろうっていう話もあるけど、それ相当すごい隕石だったんだね、そうそう、陸続きだったりとかいろんなことがあっても分かってるわけだから、バカらしいなって思ったね、とにかくね、これね調べるとね必ず出てこないんで、アメリカ大陸がアトランティスのムー大陸だって、もう本当に浮き輪でもね、Google でも絶対出てこないんだよ、そうだっちゃいけない、
会っちゃいけないんだろうね、なんかね、うん、誰か一人唱えりゃいいもんね、うん、シリだったら言ってくれるかも。そう、これ夢が崩れるとかそうじゃなくて、人工知能だったら正しい判断する、うん、現実の話としてさね、うん、そしてあそこにそれがあって一番おかしくないわけだ。で、そうだね、あとね、もう一つおかしいのはさ、中南米の遺跡とかさ、ああいうのを見たときに、なんでね、マヤとアステカとかさ、インカの話ばっかりするんだろうなと思うね、うん、テオティワカンの遺跡とかさ、話しないじゃん、あんまり出てこないね。そう、だってあれ間違いなくあの南米であの分かってる中で、うん、中南米で一番古い遺跡だよ、うんうん、でだから なんか都合が悪いんだろうね、歴史ってね、そうあっちゃっていう、かも、ね、うん、だからまあそういうのがね、やっぱりあってね、ああ俺悩ましいなと思った、うんうん、だはっきり言って、正直言ってメキシコの遺跡もそうだし、俺ガテマラまで行ったんでちゃんと、うん、ね、そしてここに隕石が落ちたっていうさ、その放射能性の高い隕石のお土産も売ってんの、いまだに、お土産が売ってんの、いまだに売ってんだよ、うん、でね、コスタリカに落ちたのも有名な話なんだ、うん、ところが世界はそれを認めようとしない、ね、だから隕石で文明があの滅んだって話を調べると、ほとんどがその6500万年前の恐竜の絶滅の話にいっちゃって、1万2000年前の隕石で調べてごらん、ほとんど出てこないから、うん、なんか利権関係なく真実をちょっと知りたい ね、 ね、うん、はっきり言ってね、これはね、調べて調べて出てこないで、うん、俺もね本当に悩んじゃったの、うん、だからアトランティスっていうと今ね、要するに大西洋に沈んだっていうのと説と、もう一つは地中海にあったっていうバカみたいな話ね、うん、まあこれは卑弥呼のあれもそうだけど、要するになんだっけ、邪馬台国もね、うん、おかしいのはさ、邪馬台国までの生き方をちゃんと書いてるんだよ、うん、ね、三国志の中の魏志倭人伝に、うん、これ三国志っていうのは魏書倭人の伝っていうのがあって、これが、うん、その三国志曹操とかね、劉備が活躍したあれの中の魏の曹操の国のお話で、うん、金を持って行った時の話があるわけ、うん、そのまま要するにさ行くとどうなるかっていうと、琉球に行っちゃうんだよね、あとは朝鮮半島に行っちゃう、うん、だそしたら日本人がこれおかしいと、これはね、東と西を間違えたんだって、これさ、正反対が書き間違えたんだから、そうすると、うん、要するに日本列島につくからとか、そうじゃないのよ。だからあの当時の琉球とか台湾ってのはさ、ものすごくやっぱり国があって、交易に栄えたシンガポールみたいなところだったことは分かってるよね。こうあってほしいの、希望的推測がいろいろなものをねじ曲げて、そう、だから真実はね、政治だけじゃなくてね、歴史でもね、知られてないっていうかな、うん、分かると思うんだけどね。だから歴史ってのはどん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 さ捏造されてっちゃうんだけど、うん、ここら辺っていうのはさ調べれば分かることだし、うん、で最後にちょっと飛び離れるけど、うん、宇宙のこともそうね、分かってることがあってもほとんどさ報道しないでしょ、うん、で宇宙だったらやっぱりさ秘密にする理由があるかもしれないけど、うん、歴史もそういうところがあるのかなと思っちゃってさ、ここを発表しちゃったら昔のあれが分かっちゃうとか、うんうん、だから最後にこの話はね、宇宙人に絶対言っちゃうんだけど、うん、宇宙に知的生命体はいますかっていう話ね、いるよ、でだからいないという証明の方が大変だってことだよね、うん、知的生命体ね、近場にだって普通の生命だったらいるんだから、ね、うん、だってさ私たちが想像できない環境で生きてる動物だっているからさ、うん、だから、ね、火星なんかさ発表できなくなっちゃってるんだよ、やっぱりいろんなもん見っかり過ぎちゃってるから、ね、あと私金星もなんかいるような気するよ、ね、あだからね、生命の環境ってね、あらゆるところで可能性があるんだよ ね、 ね、私たちにとってさ、ほら水とか酸素が大事なように、金星の私たちにとって有毒なガスを栄養にするね、だから最後にこの話をね1分30秒でするけど、うん、例えばね、金星みたいな400度500度の環境だと、うん、生物は生きていけないっていうのはなぜかっていうと、生物の体に水があるから水沸騰しちゃうだろうって言うんだよ、うん、ところが圧力の多いところでは、ね、うん、400度500度も沸騰しない水もあるし、うん、ね、はっきり言って固まってるさ氷もあるんだよ、うん、暑いところで、だから一概に沸騰することもないし、あと水じゃないもので、うん、そういうね、体の中を巡ってる生物って言ってもおかしくないと思うんだよね、だそういう環境がいい、うん、居心地がいい生物にとっては地球は住めない星、だから地球のね、うんと下の方に行ってさ熱水域っていうのがあって、うん、マリアナ海溝とかいうところにさ、すごいさ温度が400度500度とかもっと高いさ、うん、域があるんだ、そこで生物がいるってことを考えたらどうかなと思いますね、うん、はい、ムー大陸、アトランティス大陸ね、皆さんよく考えてください、はい、最初からアメリカだったら夢がなくなりますか、そうじゃないんですよ、1万2000年前にアメリカの大陸南と、ね、東、そしてオーストラリアに文明があったってだけの話なんだよ、うん、そっちの方がロマンだと思いませんか、うん、ね、調べたら3日あるんですよ、コスタリカで実際3日ってる、ね、沈んだじゃなくて壊滅したってことを分かればいいだけの話ですね、うん、はい、はい、この話はもうこれで終わりたいと思うので、一切質問
会った時、飲み会の時だけしか答えません。はい、はい、アップされても僕は書きませんからね。ということで終わりたいと思います、はい、いやーすっきりした中でな、まあ、いろんなことがありましたけど、はいはい、NHK の番組の中にはデタラメもあるってことで頭に入れてください、はいはい、それではさようならです。どうもありがとう。滑舌悪かった。この番組はあなたの街のエンターテインメントウィザードインがお送りしました。